清白。皆さんこんにちは、清瀬市郷土博物館の鈴木です。今回は昔の道具についてお話ししていきます。今回の昔の道具はこちら、炊飯器です。炊飯器は皆さんが美味しく食べているご飯、そのご飯を炊く道具です。今はボタン一つでお米が炊ける炊飯器ですが、昔のご飯を炊く道具はどうだったのか、一緒に学んでいきましょう。まずこちらの昔の炊飯器です。いきなりですがここで問題です。この昔の道具の名前は何でしょうか。1番羽釜、2番茶釜、3番丸釜。正解は1番の羽釜です。羽釜には横に唾のようなものがついていて、これを羽に見立てて羽釜と呼んでいます。この羽釜は江戸時代から昭和30年くらいまで使われていました。羽釜で炊くお米はとても美味しく、今でも使われていることもあります。ちなみにみんなの身近な人で使っている人はいないかなと探してみたところ、こんな人が使っていました。これは昔のサザエさんの漫画です。ここにも羽釜が使われているのがわかります。また隣のトトロでも羽釜を使ってご飯を炊くシーンが出てきています。他にも昔の漫画やアニメにこの羽釜が出てきているかもしれないので、ぜひ見つけてみてくださいね。使い方はお米と水を入れた羽釜をかまどの穴に入れ火を炊きます。そして重みのある木蓋を乗せて炊き上がるのを待ちます。羽釜をかまどに取り付けると熱を底面ばかりではなく側面からも受けるため、熱対流により羽釜の熱が均等に効率よく伝わります。羽釜で炊いたご飯が美味しいと言われる理由は全体に火が行き届くところにあります。しかしデメリットとして、かまどに火を起こすのでとても時間がかかることや、保温性がないのでご飯が炊けたらおひつというものに移し替える必要がありました。続いてはこちらの炊飯器です。こちらはガス炊飯器と言います。昭和32年にガス自動炊飯器が開発されました。東日本大震災の時に電力不足からガス炊飯器に注目が集まり、品薄状態になるなど今でも使われています。かまどの時は火を炊くのも時間がかかり一苦労でしたが、ガス炊飯器になりボタン一つで強い火力が出すことが可能に、ご飯を短時間で炊くことが可能になり、とても楽になりました。そして今は火を使わずに電気を使ってご飯を炊くのが一般的になってきました。こちらは昭和40年くらいの一人暮らし用の炊飯器です。電気釜は大正時代に発売されましたが、なかなか一般には普及せず、昭和30年頃に自動式電気釜が発売されて普及し始めました。今までは火が必要だったため、火加減を調節するために釜を見張る必要がありました。しかし電気は火事や火加減の心配もなく、炊飯後は自動でスイッチが切れるので寝てる間にも炊飯ができるようになり、一気に楽になりました。さてここで問題です。
今説明したように電気炊飯器には羽釜やガス炊飯器にはなかった機能がたくさんついています。どんな機能があるか考えてみましょう。一つじゃないかもしれませんよ。正解はまず保温機能がつきました。保温しておくことで長時間温かいご飯をそのままにしておけます。また好きな時間に炊けるようにセットする予約機能もつきました。そしてお米を柔らかくして炊くか硬くして炊くかなどの美味しさにこだわる機能もつきました。このようにいろんな機能がついたのはマイコンという小さいコンピューターが炊飯器の中に入っているからなんです。今日は3つの炊飯器の歴史を紹介しました。羽釜を使っていた頃は火を焚く準備から大変で火の調節も難しく、炊いている時はその場から離れることができなかったのに対し、今はボタン一つで自分の好きなお米を炊けることができ、炊いている間も他のことができるようになりました。ただ昔の道具が古いから悪いというわけではなく、羽釜は全体に火が行き渡り美味しく出来上がりますし、ガス炊飯器は電気がなくても使えて高火力ですぐにご飯を炊くことができます。昔の道具と今の道具とでいいところと悪いところを探してみるのも面白いかもしれません。またお家にある炊飯器とも比べてみてくださいね。最後まで見ていただきありがとうございました。羽釜やガス炊飯器は郷土博物館でも展示していて触ることができるので、ぜひ清瀬市郷土博物館に遊びに来てください。